図東海、今夜はまず第1部財津和夫の人生ゲーム、そして2時から3時までは第2部水野千代子のウィークエンドリクエストです。今夜も聞いてくださいね。財津和夫の人生ゲーム。財津和夫です、あるいはまたファッション雑誌から抜け出したような格好でね迫っている人もいますけれども、僕は相変わらずジーパンに、それから T シャツ持ってこの歩いております、T シャツといっても長袖の T シャツですけどもね、風邪ひかないようにね気をつけてくださいな。はい、それでは今日も1枚目のハガキ紹介してみたいと思います。財津和夫さん、おはよう。このおはがきも母子ね。和夫さんが私の名前を呼んでくださらないので毎日涙涙涙の日々を暮らしております。で、一言、財津のケチバカタレというはがきをいただきましたのは、これは、なんて読むんですかね、あわっていうふうに起きるですね、あわおさんとかね、あわおやすこさんでしょうか、先ほど僕がおはようし、このハガキも母子ねと言いましたが、これはまさにそう読めるのでありましてね、つと死を最近のこの若い人っていうのは間違えております。よくね、カタカナは。ですからこれは本当はおはよう、おはよう、あのつですね、ちっちゃい。そしてこのハガキもボツねっていうことなんですが、しかしね、これは本当に死としか読めません。最近の若い人っていうのは本当にですね、電話で話は済むし、字を書く、もう本当必要性というのはなくなってきました。テレビが良くないんです。テレビもね、じーっとこうボケーっと見てりゃ済むし。ですから、この僕がいつも言ってるわけですよ。ラジオを聞きなさい。そしてラジオに、手紙を書きなさい。これで、この国語力というのはぐんと上がると思いますからね。今日はドア頭から、なんとなく説教じみた話をしましたけれども、そうですね、どこかの DJ に似てませんか。はい、それでは1曲目いってみましょう。という声でこの終わっていきましたけれども、はあはあ、こうやって聞きますとね、なるほどなっていう感じなんですけども、演奏してる側は必死ですからね、このどういう感じで音が出るかっていうのは分かりませんけども、これはあの2チャンネルで撮ったやつなんですけどもね、レコードになるのはちゃんと16チャンネルで撮っておりますので、綺麗なバランスで皆さんに聴いていただこうと思いますね。8月28日終電記念大使館に置ける中立のコンサートのオープニング、そしてあのバスを止めてを聞きました。ナウな話題、アグネスラムのすべてが映画になった。ハワイの浜辺で街角で魅力がいっぱい、太陽の恋人アグネスラム、東映系9月15日公開よ。見てね。ロックンロールを歌い踊るシャララ、絶賛に応えてスパイドン毎日。名古屋公演は22日午後6時半から名古屋市公会堂で堂々開催。前売り入場券はただいま好評発売中です。ロックンロールバラエティシャララ。
四日市近鉄百貨店ではただいま来日10周年を記念してザ・ビートルズフェアを4階の洋紙場で好評開催中。ご家族お揃いで四日市近鉄へ。この財津和夫の人生ゲームもですね、非常にこの地味な番組として評判が高いんですけども、しかしこの地味な中にもですね、この灰色の中にもですね、時折この色がきた、この輝いてまいります。と言いますのは、そしたらこの入ってまいりますゲストの方ですね。それも非常にこの女性が多いということで、色付けされるんですけども、今日はもうラジオね、非常にこの残念ですけども、ぜひテレビに出て見ていただきたいというようなこの美人が決まりました。どうも、こんばんは。はじめまして。ああ、もう、わあ、すごいですね、今日は。今日はっていうか、昔の話は知りませんけども、胸に十字架の、ねえ、それはキリストの処刑のあれですね。そうです。そうですか。はい、ちょうどこの胸のですね、間に、かかっております。豊かな胸を誇らしげにと見せております、ね。85番というですね、番号をつけました。それ何て言うんですか、スポーツウェアですね。そうみたいですね。もらったんですけど。誰からもらったんですか。あの、お友達に。あ、そうですか。はい。ねえ、どん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 話は進んでおりますけども、はい、名前も何も紹介しておりません。と、はい、いうのが、このやはりこの財津和夫の人生ゲームのらしいところでありまして、はい。はい、それでは改めていきましょうか。はい。ビクターレコードのアイアケミです。よろしくお願いします。という方ですね、あゆあけみさんですか。はい。なんかちょっとこう僕みたいにあんまり喋りが上手くない人は読みにくいですね、あゆあけみさんね、あゆあけみ、どうしてつけたんですか、こういう名前。まあやっぱり魚のあゆのようにフレッシュで、はあ、という感じで、あけみはあと語呂合わせみたいなもんです。あ、そうですか、はい、本名は違うんですか、はい、はは、戸田恵子。戸田恵子さん、この名古屋でね、非常にこの人気があるっていうことですね。とんでもないです。とんでもない、ご謙遜ですね、これは、はっきり言って。そうですか。この東海ラジオでも番組を持っていらっしゃるっていうことですか。そうです。あの、あけみの青春右左っていう感じ。ああ、そうですか。この人生ゲームより非常にこの聴取率の高いっていう、あの、いわゆる番組ですね。この番組では負けます。失礼しました、スバキを飛ばしてみましたけど。そうですか。はい。いつ頃放送なんか、ね、夜の10時半から、月曜日から水曜日まで毎日なんです。毎日、はい、うわ、大変ですね。はい、いやー、いい時間帯ですよね。はい、僕なんかはもうプロ野球に押されまして、急遽そうなったら、いつ頃始まるかってみんな待ってたらもう寝てしまうんですよ。で、2時半頃から始まる時もありますしね。夜明け頃始まる時もありますし、非常にあれなんですけども、はい、そういうわけで、非常に今日は、素敵な方ですけどもね、若いですね、まだね。はい、若いです。おいくつです。18です。18歳。はい、今日は32年生まれ。32年。うわー、僕とちょうど数字が反対ですね。はい、一人占い聞きましたけども、はい、なかなかあのさだまさしらしいね、綺麗な曲ですけどね。はい、ですね、それでは今度はちょっと自分を変えましてね、はい、いろんなことをちょっと聞いてみたいと思うんですけども、どうぞ。そうです。はい、いわゆるこのマイクに向かって今まで喋っていた、はい、A 面 B 面と続けて聞きました、はい、ね、本当に頑張っていただきたいと思いますけども、はい、今東京で生活のことで、はい、ホームシックにかかることなんかありませんか。ないですか。学校の友達もいますし。ああ、そうですか。そうですか、はい。お母さんに会いたいでしょ、でもたまに。うちのママは一緒にいるんです。あ、ママは。親父の時にです。あ、パパはいらっしゃる。パパは名古屋で、ママは東京。そうですか。いや、でも、お父さんに会いたいでしょ。そうですね。でも、しょっちゅう来てますからね。あ、そうですか。なかなかいいね、家庭の雰囲気ですね。はい、いやー、いいですよ。やっぱり可愛い娘のためにはね、一生懸命なんでしょ、お父さんも。そうですか。はい。本当今日はありがとうございました。どうもありがとうございました、ね、好きな男のタイプを最後に一言言って帰ってください。財津さんのようなそれでは皆さん、次のコーナーに参りましょう。
はい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 、ね、次のコーナーに行くって何言ったらいいかわからなくなってきましたけど、最後の一言お打ち合わせしましてね、彼女は嫌だったんですけども、いや言わせました。はい、私も一度はああいうふうに言われてみたかったもんですから、言ってもらったんですけども、非常にこの象徴的な人でね、いい人だと思いましたよ。はい、今度はじゃあ歌いってみましょうかね。ですね、スイートが日本にもやってまいりましたけどもね、このスイートの恋は騙し合い、現代は The Lies in Your Eyes、 君の目の中の嘘。スイート、恋は騙し合いでした。ロックンロールバラエティーシャナナ、ロックンロールを歌い踊るシャナナ、絶賛に応えて再度来日、名古屋公演は22日午後6時半から名古屋市公会堂で堂々開催、前売り入場券はただいま好評発売中です。ロックンロールバラエティーシャナナ。ドライバーの皆さん、10カセットカーステレオクリアサウンドシリーズただいま好評発売中。ダイナミックサウンドを10カーステレオのお店でどうぞ。心爽やか10カステレオ。お湯が自慢の尾張温泉東海センター、こんこんと湧き出る温泉、飛騨の自然石で作られた大庭園風呂、多くの有効成分を含む全国屈指のよいお湯が大評判です。自慢の温泉と歌と笑いの総合娯楽の殿堂、尾張温泉東海センターへどうぞ。はい、お便り紹介しましょうね。これは北海道の17歳の乙女久美子さんからいただきました。今英語の時間です。お昼に体重測定があるので朝は食べていませんので、もうお腹が空いて…次の休み時間に早弁します。ところで財津さん、知っていますか？よく春は恋の季節って言うでしょう。あれは間違いなのです。秋から冬にかけてがホルモンの状態かなんかで恋の季節なのだそうですよ。春に相手が見つからなかった人、ぜひとも頑張ってくださいませ。私も頑張ります。大地さんはまだ早いということですけど、そうですかね、秋から冬にかけてがホルモンのね、動物には、ありますけどもね、なんていうんですかね、発情期というのが僕は人間にもあるような気がしますね。こういう意味とちょっと違いますけども、大きくは秋から冬にかけてが、人間の発情期なのかもしれませんが、僕は例えば1ヶ月の間にですね、バイオリズムでもってやはり例えば、上旬はあまり欲望が起きなかった、でも中旬は随分起きた、下旬はまるで欲望の世の字もなく、まるで異性にでもなったかのような気持ちだったとか、いろいろあると思うんですよね。これもホルモンの関係だと思うんですけどもね、はっきりありますね。これは僕あると思いますよ。動物はもうその点はっきりしてますから、動物になりたいですね僕はね。動物はいいでしょうね。もう他の時はね、例えば春が発情期とすればですよ、夏秋冬は何にもメス見てもですね、何にも感じない。あ、メスがいる、あ、これだけですね。で、春になるとうわーやりたいって、いや、ちょっと汚いですね、自然が非常に田中学園の失敗をするぐらいですから、僕も失敗しますが、浴場を起こしますと、メスの方も当然発情期にあるわけですから、心よく受け入れてくれる。人間の場合は難しいです。勝手にオスの方が発情してですよ。それで、嫌がるメスを、退けてじゃなくて、嫌がるじゃなくて、もうどうかなってますよ。嫌がるメスを強引に、ものにしてしまった時にですね、それは罪になるんです。動物は、そういうことがちゃんと神様の意思でもって、罪にならないように、もともと配慮されている。聞いたことありますか？
発情期じゃない時にオスが勝手に一匹わーってやりたくなっているオスが、ね、そういう話聞いたことありません。人間は、春夏秋冬問わずいつでもオスというのはいろいろそういう発情をするものです。メスもそれに応えてください。全国のメスさんお願いしますと誰かが言ってました。僕もその意見にやや賛成ですね。それでは9月は発情期ではありませんが、ひょっとしたら誰かの発情期かもしれませんが、関係ない歌です。美しい歌です。チューリップ、セプテンバー。財津さんには雨の音というのはどんな風に聞こえるとですか？まさかピチャピチャとかザーザーだけにしか聞こえないってことはないでしょう。私今ちょっとショックなの。私の周りにはなんて既成概念に取り付かれた人が多いのでしょう。雨音は絶対同じ音なんてないと思うのです。なのにどうしてみんな同じ言葉を使って雨音を表すのでしょう。いろんな状況によってチョンチョンとかパチパチとかに聞こえたっていいじゃありませんか。そうなればきっと雨の日って楽しくなると思うのです。雨の日っていうのはみんなが詩人になれる素敵な日なのですよ。ねえ、いいこと言いますね、この人もね。愛知県美西市の吉田時子さんですが、ああなるほどね。そういうこともね、僕も考えたことありますけども、ピチャピチャとかね、ザーザーとか本当は言いますもんね。でもしょうがないんですよ、人に伝えるときはね。やっぱり共通のそのまあいわゆる既成概念、共通のもんですから、既成概念というのはね。それでやっぱり伝達しなきゃ伝わりませんけども、でもそれが発生したときはね、それは誰が作ったか分かりませんからね、本当に。でもいろんな表現の仕方があってもいいんですよね、物事にね。本当にそうですよ。いろいろありますからね、何でもそうですね。例えばね、例えばって言っても急に思いつかないんですけども、相手をガンと殴るって言ってもね、ガンと殴るっていうのは割とそのポーンと跳ね返る感じですけども、殴ってブグッとメリットをめり込んでしまうときありますからね。キラキラの頭なんか殴るとね、ブグッと潜ってしまうんですから、脳みそが柔らかいもんですから。僕はよくバッと殴りました。吉田明の場合はもぐっと僕は殴った、こう表現すべきだと思いますけどね。まあ例えは悪いですけども、まあとにかくいろんなものに対して独特のこのものの見方をする、独特の音の聞き方をする、これは詩人としてやはり必要な姿勢ですね。はい、いいこと言いますね。はい、それから今度はこの方を紹介しましょう。横須賀市の根岸八千代さん。私はある楽器店に勤務する19歳の女の子です。先日珍しくチューリップのレコードを買いに来たお客さんと私の会話を紹介してみたいと思います。お客様、これください、カッコ LP 日本。私、はい、2300円です。お客様、ポスターいただけますか。私、はい、チューリップのですか。お客様、いいえ、西城秀樹の。私、え、あの箱の中にありますから、どうぞ。やっぱり顔では負けてるんですね。娘が嫁ぐ朝、6月7月にかけてしつこくテープで流したのに全然売れませんでした。でもチューリップ関係の楽譜は売れています。そして風のメロディー絶対大ヒットでしょう。頑張ってくださいって言われたんですけどね。でもいいんですよ、あなた。もう顔でね、売れたらです。もし顔で売れたらですよ、年取ったらもうコンサートできませんもんね。そうですよ。西城秀樹は別に顔で売れてるっていうわけじゃないですけどね。まあ知りませんけども、顔だけで売れてるとやっぱり長い間コンサートできません。やはりその人間が、その例えばね、吉田明みたいに武男がですよ、持つその人間の優しさ、あるいは人間のその奥行き、広がり、そういうもの、あるいはまたその持っているに音楽性、そういうものをやっぱり愛してくれると、これはずっと60歳になっても70歳になってもやれますからね。非常にそういう意味では僕たちは逆に幸せであると言った方がいいのかもしれません、武男に言われてね。はい、それでは今度はですね、先ほど冒頭に聞いていただきましたライブアクトチューリップ in 福岡の模様をですね、今度は最後のクロージングの部分、アンコールのあたりをちょっとやってみたいと思うんですけども、このアンコール2回ありました。2回です、
2回やるっていうことは非常にやっぱり珍しいことですけども、嬉しかったですね、やっぱりね、アンコールアンコール、嘘でもいいから嬉しいもんですよ、あれは本当に、それでやりましたけども、もう最後の方はみんなもう立ち上がってくれまして、わーっとなりました、それでもう全然音が聞こえません、どうなることかと思いました、宙に浮いたような感じで宇宙の真ん中で歌を歌ってるような気がしましたけどもね、この LP はしつこいようですが、12月の1日あたり、上旬あたり、あるいは11月の下旬あたりですね、そのあたりに、アルバムとして、ライブ版として、レコードとして出ますので、その辺もぜひこのご考慮の上、聴いていただきたいと思います。それでは、クロージングの曲です。レディー・マドンナ、そして夢中さ君に、これを聴いていただきましょう。Thank you.
この3時間に及ぶですね、大きなコンサートでした。久しぶりに、長いステージやりました。本当にこの充実感がありましたね、終わった後は。今度は林です。群馬県桐生市の丹羽美恵子さん、しばらくぶりにペンを取りましたが、お変わりありませんか。もう冗談のハガキを書くのもやめて勉強に専念しようと固く心に決めていたのですが、財津さんも寂しがっていらっしゃるのではないかと、またペンを取ることにしました。私の姉は私と年齢が2つしか離れておりませんのに、来年の3月にもう結婚しますのよ。決して私のように美しくもありませんのに、全く相手の趣味が伺われますわ。姉がお嫁に行くのじゃございませんので、その相手の人というのがこの頃ではもう来ない日というのがなく、いや来ないというよりむしろ自分の家へ帰る日がないというぐらいです。なるほどね、相手の男が来るわけですな、家にずっと泊まり込みで。なるほど。私も姉の結婚式には着物を着てめかし込んでやろうと思っておりまして、アイメイキャップをしておりますが、資生堂の揺れる眼差しにしようか、それとも金棒の黒い瞳にしようかなど、今から一人で迷っておりますの。大地さんはどちらがお好き。どうでもいい。来ましたか。ですね、そうですね、黒い瞳にしていただきましょうかね。別に理由はないですけど。はい、黒い瞳。それではですね、今度は、最後の曲を歌ってしまいましたけど、行ってみたいと思いますけどもね。これは先ほど、ね、名古屋の出身でありますあゆあけみさん、出ましたね、出ましたんでというわけじゃないんですけども、またまた名古屋の今度はグループです。あの宮地ですと、対宮地ね、あれがやってますな、ムーというグループでリードボーカルを取ってますが、ここに書いてますね、リードボーカル宮地ですよ、名古屋出身、サイドボーカル伊藤誠一、名古屋出身、リードギター久保田一郎、名古屋出身、サイドギター寺下ひろきし、名古屋出身、エレキベース小山昇、名古屋出身、オルガン伊藤則子、名古屋出身、ドラム松岡康徳、名古屋出身、全部名古屋出身、当たり前ですけども。いや、女の人が入ってるとは知りませんでしたね。オルガンなんか弾いてるんですね。2、4、6、7人、7人ですよ、ね、本当マイナースターズもびっくりというやつですけど、このムー、僕の好きな曲をかけてみましょうかね。これが本当のフォークソングだというやつですね。名古屋っ子。とても素敵な人生ゲーム、囲いの中を飛び出せば仲間外れさ。今日もとうとう終わりになってしまいましたけどもね、最後にこのハガキを紹介したいと思います。東京都の松見さんです。死ぬ気になったら何でもできるっていう言葉、とっても勇気が湧いてきて、たった一度っきりの人生を最高に素晴らしくできそうな気がします。今の生活に満足できないあなたは、明日こそ、明日こそ新しい生活、自分で決めた世界に飛び込みたいのに、長い明日のことを考えるとふと足を止めてしまうのですね。大人になって社会の人並みと足を合わせて歩くなら、今から少しずつ足並みを合わせなくてはならないのです。それがあなたは嫌だから死のうとして、でもふと思い出しました。死ぬ気になったら何でもできるっていう言葉、そしたらあなたは生きる喜びを感じ、今度こそ何かできそうな気がしました。でもそれもつかの間、死ぬのをやめたらまた長い長い明日が見えて、社会の足並みが聞こえてくる。人間は同じ道をずっとずっと歩いてきました。みんな新しい道を探しながら、でもそれを見つけた人は一体何人いるのか、いや誰も見つけられなかったそうです。だからあなたにも見つかるはずなんてありません、きっとね。えそれならせめて私と手を取って2週間だけの旅をしましょう。2週間だけならまたすぐ人並みと足を合わせられるから。そしてこれを小さな人生ゲームの1コマにしましょう。あなたと私、おやすみなさい。
この番組のリクエスト、お便りの宛先は郵便番号461、名古屋市東区東桜1丁目14番27号、東海ラジオ放送財津和夫の人生ゲームの係です。皆さんのお宅へも電話をかけますから、電話番号も書いておいてください。お便りとリクエストをお待ちしております。